はい、山田でございます。メンズエステの店長やらせていただいております。ちょっと雑談していいですか？雑談ね。まあ、メンズエステの店長の仕事ね、やられる方が増えていて、まあ、僕の周りというか、周りっていうわけじゃないんですけど、この連絡くださったりですとか、YouTube ご覧になってる、くださってる方が多数いらっしゃいまして、まあ、参考になるような話を多く挙げさせていただいているんですよね。で、参考になるかどうかわからないんですが、僕がね、やってきたことも、なんとかやれてるだけで、決して正解かどうかっていうのはわからないし、皆さんのキャラとか、お好きなやり方でやったらよろしいかとは思うんですけどね。で、まあそういう話をしていっているんですが、まあ結構ね、ネガティブな話とかもするじゃないですか。例えば違法行為の話とかね。そういう類のことに関しても、一応俺はそう思ってんだよっていうのを、一店長がね、すでに5年間ぐらい、運営している店長がそう思ってるってことは、もし聞いてくださるのであれば知っといてほしいと思ってるだけで、皆さんの判断でもちろんやられると思うし、それでいいと思ってるんですけれども、いや、抜き合っていいって言ってるわけじゃないですよ。そう、だからね、そういう話もちょっと多めにしてたりするんですよ。うん、最初が大事だからね。要はだから僕はそういうのいい悪いとかも分からずにやってたわけですから、まあちょっと今日は内容変えガラッと変えてね、この仕事の魅力についてね、セラピストさんの魅力について今度また話す機会作るんですけれどもね、メンズエステの店長の魅力っていうところをちょっとお話しさせていただくと、まあ小さいビジネスのオーナーさん、まあ大きい会社の社長さんなんかもそうかもしれないんですが、まあ野球でいうと監督みたいな仕事でね、そう考えても面白くてね、自分のさじ加減でこのチームの色も変わってくるし、何勝てるチームになったり勝てないチームになったりもするし、もう監督、要は店長がまあすごく大事キーマンですよね。もちろん当たり前だけど、それと一緒なんですよね。監督が手抜いたら店が傾くし、気合を入れれば売り上げが伸びるしみたいな、それがね、本当に露骨に現れるところがまた面白くてですね、店長さんにもいろいろいてね、僕と同じやり方してる方なんか一人もいないし、みんなそれぞれいろいろ思い悩んでね、やられてると思うんですが、例えば野球に例えるとね、送りバントをする監督さんもいれば、送りバントでアウトを1個相手にプレゼントするというか、それがもったいないと思う、送りバントはせんっていう、しないという監督さんもいるじゃないですか。例えば、わかりやすく言うと、四つん這いっていう施術がありますよね。まあ、周りもやってるし、うちもやるかって取り入れる店長さんもいれば、僕みたいにあんなのマッサージじゃないと。あんな下品なことはせんっていうね、店長さんがいたりとか。それでも、それぞれ、勝ち星を挙げたり、負けが込んだり、それぞれするわけじゃないですか。だから面白いっすよ、そう考えると。うん、面白い。だ僕はだから、その、健全化に取り組むのもギリギリ、要はチームが勝たないと運営できないじゃないですか。勝つというのはお客様にご指示されるということですけど、だからギリギリ、健全というのがもしかしたらメンズエステにおいてね、あまりに健全によるのは面白みを半減させてしまうかもしれないし、でもそこの中でやっていくやり方があるんじゃないかと試行錯誤したりとかしてるんですけれども、もちろん法律を守って やるべきなんですけど、違法なことでもやっちゃえっていう店長さん、少々捕まる心配があるけれども関係ねえ、売上重視だって言ってやっちゃえっていう方もいたりとか、面白いですよね。面白い。それでセラピストさんを振り回しちゃいけないけれども、面白い仕事ですよ。毎月のようにイベントやったりとか、毎週のようにイベントやる店長さんもいればね、イベントやらない店長さんもいるし、であんまり手抜いてるとお客さん来なくなるのなんかすぐですからね、すぐ潰れますから、こういうお店はお客様に、まあ、そっぽ向かれてというか、なんだこの店はダメだなって思われたらもうすぐですから、そうならないように努力するわけでございますけれどもね。監督みたい、ガンガンに伸びてる時ね、僕は天狗になり、まあ俺がこんだけ命がけでやってるから当たり前じゃねえかって
思ってたんですけど命はかけてた、今もかけてるけど、だけどその時になんていうのかな、勝ってなんとかの尾を締めよってあるよね、ことわざで、うん、その売り上げがんが伸びてるのが勝ちだとしたら、勝ってる時こそ反省しなきゃいけないし、その勝ってる理由を、しっかり確認勉強分析しなきゃいけなかったですし、うん、だ今ガンガンに売り上げ高いお店さんもあると思いますけどね、うん、今こそ勉強の時だし、負けが込んでる時はね気合い入れるんですよ、うん、このままじゃまずいっていうことで何でも力が発揮できるんですけど、やっぱ勝ち続けられる店長、僕は結果としてね、うん、あの足元救われたような、別にマイナスになったとか潰れそうになったことはないけれども、赤字になったこともないけれども、その勝ち続けてたって感じではないんですよね。飯は食えてるけど、だから勝ち続ける店長さんも日本のどこかに必ずいると思うし、そういう方っていうのは、しっかりガンガン伸びてる時も、帰り見て反省しながら研究しながら努力してるんじゃないかなと思うし、ぜひそういうスタンスで、やっていただければ強いチームが、強いメンズエステができると思います。面白いですよ。例えばね、スカウトで強い外国人選手とかドラフトとかその何で引っ張ってこようとする監督さんもいれば、野球ね、うん、いるメンバーで戦おうと、いるメンバーを育てていこうとする監督さんはいるわけじゃないですか、うん、だからメンズエステも一緒でね、いい子をどんどん入れていけばいいんだ、それが勝つやり方だって思ってる店長さんもいれば、僕は求人が下手だっていうのもあるけれども、今いるメンバーを成長させて、まあ僕が成長させられるってことはないんだけども、感覚的にはそういうタイプなんですよね、だからまあやめないし、まあ、新人さんもあんまり入ってこないけど、セラピストさんはやめないみたいな、で底上げしていくっていうようなタイプな、まあそういうタイプだと思うんですけども、うん、面白いですよ、野球に例えると。だからあなたはね、店長さんやるっていう方、もう本当たくさんいるんですよ、連絡くださる方。なのでたくさんで言っても10人か15人か20人ぐらいですけど、ってことはこれから始められる方、もっと僕にわざわざ連絡、山田になんかわざわざ連絡してこないっていうような方もいるはずじゃないですか。だからもっとたくさん いらっしゃると思うので、これからねやられるあなたのお仕事は、今野球チームの監督さんみたいな仕事ですっていうことをちょっと言ってみようかなと思って、お話しさせていただきました。今度ねセラピストさん向け 20縛りやりますよ。セラピストさん向け、経営者向けとかセラピストさん向けっていうのはまあ、再生されにくいんですよ。特にセラピストさん向け再生されないんですけど、ちょっとね話したい気分になってきちゃったし、あのセラピストやったことないやつが何言ってんだよっていうね、セラピストさんから見るとあのそう思うかもしれないですけど、好きでやってることですから、自由にやらせていただきます。じゃあ、ご清聴ありがとうございます。感謝いたします。チャンネル登録と高評価ボタン、なんだこいつはっていう方はバットボタン押してください。そしてプリエル含め、メンズエステのご利用ありがとうございます。そちらも本当に感謝しております。